フォルツスタイル。皆さんお疲れ様です。中年 A 沖山です。おはようございます。おはようございます。今日は大坪ちゃんと中古車ではなくて、今日何ですか？今日はあなたの車見せてください。あ、ちょっと久しぶりです。そうですね、はい。はい、アマンというですね、あのイタリアのアパレルをインポートしているあの会社の役員を務める方です。今日ここどこでしたっけ？今日はここはイルミネーションをやらない表参道ですね。青山ですね。はい、飯山さんの今日のファッションシェック、ベルベストのカシミヤのコートにロロピアーナ、ロロピアーナのカシミヤ、ロロピ、ロロピ、はい、でジョンスメドレーのメリノウールのユネックにリーバイス501と、これはレッドウィングのペコスブーツ、ペコスブーツのちょっと懐かしい感じがの黒なんですね。これも、あ、黒がこれちょっと色が、そうなんです、落ちて、そうなんです、なんか、はい、毛羽立って、はい、毛羽立って渋い色になってますね。全身まあ黒グレーで、今日もちょっと長くなりそうですけど、はい、いやまあ早朝ですけどね。ね、早朝、まあいっぱい藤井さん持ってきてくれたみたいなんで、はい、楽しみです。行ってみましょう、はい、どんな車が出てくるのか。車だけなのかな、大丈夫か、まあ、洋服とかもね、はい、いろいろ紹介します。はい、そうだ、アマン、アマンですね。ご無沙汰してます。久しぶりです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。こちらがですね、はい、僕ももう20年ぐらいの付き合いになると思うんですが、いつも可愛がっていただいております、はい、株式会社アマンの、取締役藤井隆さんです。はい、藤井隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お願いします。藤井さん最近ご自身でも YouTube 始めたね。はい、あの TF ファッションチャンネルっていうのを始めまして、ファッションチャンネル、はい、全部あの会社絡みじゃなくて全部自分の経験、プライベートで自分で経験した、はい、あのファッション中心に、うんうん、TF ファッションチャンネルの方もぜひご覧いただければ、はい、ありがとうございます。はい、で今日は、まあ、ファッションの話も伺いつつ、はいはい、藤井さん車も好きじゃないですか。そうですね、はい、ですので後で車も、はい、見せていただきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあまず最初洋服から、はいはい、今日着てるもんね、はい、僕あのライダースがやっぱすごい好きで、はい、なんか昔からあのライダースはやっぱりいろいろ集めてまして、これはルイスレザーなの、なんて形、サイクロンっていう定番の型なんですね、はい、形で、それでタイトフィットっていう、フィッティングがルイスレザーって2つあって、はい、レギュラーとタイトフィットって、うん、こちらはタイトフィットってやつ。またこれレザーがちょっと違いますね。はい、こちらは 牛じゃないですか。ホースハイド、牛で、馬ちゃんの、馬なんです。ロンドンのお店で、うん、ルイスレザーのお店で購入したんですけど、牛革がちょっと一時生産ストップしてるって言って、はい、なかなかクオリティのいい牛革がないっていうことで、はい、代わりに勧められたのが馬革で、繊維質が馬って牛に比べると細かいんで、はい、ちょっとツヤ、上品なツヤとかも入ったかな。牛よりは柔らかいんです。牛よりが若干柔らかいんですけど、それよりもっと柔らかいのがシープレザーで、中間ぐらいになるんですかね。じゃあ買ってすぐ馴染むし、はい、シープほどすぐにはへたんない。へたんない、はい、いいっすね、はい、これもまたすごいですね。この辺は全部僕のクロムハーツもうだいぶ長年愛用してるクロムハーツ、ね、そしてここにね、はい、どうかこれロレックス、はい、これもちょっと古いやつですね。デイトナーのエルプリメロっていう、あ、エルプリメロですね、はい、ゼニスのムーブメント、はい、じゃあめっちゃ高いですね今ね。買った時はそうでもなかったんですけど、今すごい値段上がってますね。でこのパンツが、これはあのベルイッチっていう弊社でやってるアマンさんがイタリアの、はい、ブランドのパンツなんですけど、ディストリビューターになっていて、はい、これ僕めちゃくちゃ愛用してて、はい、あのもう私物で持ってきてるんですけど、うんうんうん、もうこの形でもう何本もこれ なんてやつなんですか。さ、スコッチっていうやつ。スコッチなんですね、はい、スコッチはじゃあちょっと渡りがあって、渡りにゆとりがあってテーパードし て、はい、テーパードして、でベルトレスで、ベルトレスなんですね、はい、サイドアジャスター、はい、でインタックインタックの2プリーツ、2プリーツ、はい、後ろはどうなんですか。後ろはハイバックになってます。あ、ちょっとこうクラシックなディテールの、ここ、ね、はい、テーラーで仕立てたパンツみたいなデザインで、
もう結構腰回りもしっかり、股上、ね、も深いんでしっかりしてるんで、いいですね、割とこうもちろんテーラードジャケットに回せられますし、今日の僕みたいにライダースとか、はい、靴がこれオールデンのロングウィングチップで、はい、これあの片押しのカーフ、片押しカーフなんですね、はい、プランテーションソールっていうあのゴム、はい、クレープソールの、はい、天然ゴムの、はい、あこんなモデルがあった、はい、これなんか UA さん別注っていうことで、はい、当時なんか紐もこれオリジナルなんですか。そうなんです。だからあの普通のコードバンとかだとまとめないんですよね、はい、あ確かに。で丸紐のロービギの丸紐なんですけど、はい、こちらはちょっとカジュアル仕様に仕立ててるんでしょうね。太めつけて平紐で。じゃあ早速、はい、まあ、こんなにいろんな、もうこれだけで1本作れるぐらいなんですけど、さらに今日はそうですね、ちょっとあの、ね、自分でこだわってるものとかを見せていただければと思います、はい、ライダース好きということで、はい、あれこれライダースを持ってきました。ありがとうございます。いろんなタイプのライダースがあるんですけど、すげえすげえ。まずこれもルイスレザーで、これは牛革です。牛なんですね。牛です。これはモデルは何ていうんですか。これねちょっとよくわかんないんですよね。ライトニングかなと思いきやちょっとなんかね、はい、ディテールが違うんですか。そうなんです。ここにプロテクターがついてたり、プロテクターとかが入っててタグが、今の違いますよね、うん、あとライナーがなんかね、うん、タータンチェックで可愛いですよね。当時やっぱ革ジャンってぴったりピタで着るみたいなのがあって、ピッタピタ買っちゃったんですよ。だから結局ちっちゃくてほとんど着てないっていう。へで同じ、じゃあ、専門業でいくとショットのバンスターの、これはちょっと100周年モデルで出たもので、このタグも面白いですね。そうです。これもなんか昔 の、 あの、はい、パーフェクトタグの復刻、タグを復刻させてるっていう。で内側に100周年のタグも入ってまして、ここに100っていう、はい、このレッドキルティングもこのモデルのためにやってるライニングみたいな、はい、これがマルジェラの有名なあのハノジラジップっていうやつなんですけど、これ本当の初期モデル、一番最初 の、 あの2000年ぐらいのやつです、ね、今のやつってやっぱ全然違うんですよね。どの辺、レザーの質とか、レザーの質とか、あとジップとか中の仕様とかも、例えばここにベンチレーションの穴あるんですけど、今のないなかったりするんですよ。今またあのヴィンテージのマルジェラがすごい、すごいみたいですね。すごい業界で、はい、あの流行ってて、はい、で特にこれ探してる、これあのこのビニールタグっていう、マガジンポケットとか、これも今のついてない。これはあれですね、視聴者プレゼントには。いや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 、これはもう大事大事です。なんか結構黒着てる方多いじゃないですか。あ確かに。で当時もやっぱり業界でこれ着てる方いっぱいいらっしゃって、はい、ほとんど皆さん黒で、でその時にやっぱ黒買っちゃうと、うん、お前俺の真似したで、はいはい、言われそうだから、あえてチャレンジしたんです。なるほど。これはお宝ですね。これはもう本当に大事。すごいですね。で次がこれ、多分小芝編集長同じやつ持ってるはずなんですよ。グッチの晩年のトム・フォードディレクションの時のライダースで、はいはい、本当にメゾンっていうぐらいのクオリティのいい革で、はいはい、うん、あ、うわ、なんじゃこれ。今だったらロエベとかそういうブランドのレベルかな。すごいですね。わかりますでしょうか。肉厚プラスもちもち。これはミラノのグッチのお店で当時買ったんですけど、買ってすぐ僕着てたらミラノ でエレベーターでたまたま星葉編集長がパッてエレベーター入ってきて、うんうん、あお疲れですって、星葉編集長が、藤井さんどこのライダーする、うん、これ今グッチで買ってきたんですよ、セールだったんですよって、え本当ですかって、僕も行きますって、後日お会いした時に買いましたっておっしゃってたんで、持ってるでしょうね。断捨離してなかったら持ってる。あだからこれの時期と、あと A2 も出してたじゃないですか。はいはい、出してましたね。ペイントのやつ、ね、あれと、あと、うん、あの春画のスカジャン、うん、後半のトム・フォードのコレクション、はい、めちゃくちゃかっこよかったですね。ウエスタンシャツもかっこよかった。ウエスタンシャツもかっこよかった、うん、だから未だに僕もね、グッチトム・フォード機は探しちゃいますね、うん、探しちゃいますよね、はい、
本当にあの当時の高かったけどかっこよかった。かっこよかったですね。で今見てもやっぱよくできてますね。いやそう、これジップもグッチのロゴ入ってるんですけど、うん、ちゃんとリリーで、あ、リリーの作っててちゃんとリリーが、最後があんまり着ないんですけど、はい、これちょっと変わりたいので、僕にしては珍しいブランドでリックオーエンス、あ、リックオーエンス、はい、のシープの製品洗いの、はい、リックオーエンス好きな方ってもうリックオーエンス命みたいな方多いじゃないですかちょっとそういう世界には飛び込んではないんですけど、黒の世界ってリックオーエンスが作ったありますよね。もうすごいですよね。なんかやっぱ歴史に残る独特の世界観がある人が、ね、これいつぐらい買われたんですか。これもどうだろう、15年からぐらい前ですかね。まあ、ライダースはこんな感じ。すごいね。すごいね。あなたの、あの車ですよね。アナレザになるの。アナレザ、あなたのレザ。ちょっと着てもらうか。あ、そうですね。いいですよ。はい。これこうやって内側にこう、パチッとはめるっていうのがあれなんですけど。ああ、はい。なるほどなるほど。こういう感じです。いいね。あギュッとした感じが、ね、でそういうのモードを合わせてもベルウィッチは全然 OK ですね。全然合わせますね。ね、はい、いいね、うん、いいね。全然先進まない。いやこれ全編全部これにしましょうか、ね、バリバリちっちゃいルイス着てみましょうか。あ、中いいですね。そう、チェック ね、 ね、かわいい。ルイスって選べるんですよね、裏地も。外見はいかついライダースなんだけど、うん、これイギリスっぽいですよ ね、 ね、 ね、脱ぐとね、うん、いや、いいですね、かわいい。頑張りゃ着れるって感じ、うんうんうん、でも当時はこう余裕あっちゃダメでしょみたいな、革ジャンはみたいな、はいはい、ピッチビジビだ、はいはい、そのもうちょっと暖かくなったら T シャツ1枚で着ようかなっていう、うん、はい、感じですかね。僕も着させて、あ、どうぞ。ショット着させてもらってもいいですか。どうぞどうぞ。あ、重いね、やっぱ。僕もね、ワンスター持ってるんですよ。90年代のやつかな。あ、僕もね、90年代のやつ。レプリカ。これだ、悪い人だな。悪い人ですよね。そうだ、僕ライダース着ないんですよ。こうやっぱ悪い人になっちゃうから。いや、そんなことないでしょ。だからパンツをそう、うん、ベルウッチみたいな、うん、ちょっとこう品のあるものを合わせた方が、はい、大人はいいですね。こうやっぱ今日501のブラックデニムだからもうまんまになっちゃうから、うん、さあ続いて、次がちょっと最近あのハマってるミリタリ ー、 おー、いや、もうこの辺はお二人の方がお詳しいと思う。いや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 、カーキだらけです。軍人さんに敬礼っていう感じですよねカーキだらけです。これだから本当上下セットアップ、セットアップがまさかのセットアップ、これが禁断のセットアップ、これが47ちょっと色違います。47セットアップね。これが64セットアップ。64セットアップ、これ面白いですね。これだからフランス軍ですね。フランスです。これが65、はい、セットアップみたいなあとジャングルファディーグ、ファディーグとイギリスもんだと、このこれベーカーパンツなんですけど、うん、これイギリスのベーカーパンツ、ベーカーパンツ、はい、であのサイドポケットが1個だけついてるものなんです。なしもあるんですけど、こっちはあの BDU、 あ、なるほど、 BDU ですね。これだから古い順でいうと47が一番古いんですかね。そうですね、47が一番古くて、 M47、 こうやって比べると色も全然違いますね、うん、両方ね、前期型、あ、前期型、2つボタンなんですね、はい、ここはね、前期型で、こうヘリンボーンなんですよね、はい、確か前期型は後期がヘリンボーンか、後期がヘリンボーンか、だから移行期かな、なんか移行期っていうのがあって混ざってるとか、なるほど、あるらしい、面白いですね、うん、中間なんだ。だから前期のディテールで生地は後期のヘリンボーンなるほど、ね、でこっちがこれバリバリの前期、すごいですね。前期型はなんかこう街があるんですね、確かポケット、上下で合わせるかもナイス禁断の禁断のサバゲになっちゃうんですよ、ね、やっぱ作りが丁寧ですよね、本当に。それプロが見たらどの辺がやっぱ違うんですか。そのやっぱね、縫製とか、縫製とか、あとこう袋のこのちゃんとこういう補強してる感 じ、 補強してる感じで、やっぱ
あのボタンの当たりが出ないようにちゃんと蓋があって、うん、さらに補強されてたりとか、うん、あと僕がこの47も含めて64までそうなんですけど、このね裏、うん、当時まだあのロックミシンとかが開発されてない時代なのかどうなのか分かんないんですけど、うん、ちゃんとこう分かりますか、すごい丁寧に袋縫いされてるんですよ、ね、裏が。しかも細かいですね、うん、そう。これ64もそうなんですよ、64もまでもすごい丁寧で、うん、アメリカは、ね、意外と雑なんですけど、雑ですよね、はい、アメリカは意外と雑なんだけど、あとこの64のこの生地がねやっぱ、ああちょっとツルツルしてる、ツルツルしたコットンのサテンの、はいはい、コットンサテンですね、うんうん、そうです。小木山さんもね両方持ってます。そう両方持ってます、ね、僕はこれの後期、後期、はい、後期の方がいいですね形は。あちょっとテーパードしてて、そうそうそう、これは本当にもうズドンズドンですもんね。これですからね。極太 でこれサイズも35ってでかいんで、3がウエストなんでした、あ3がレングス で、はい、5がウエストだから、僕のはね、23かな。あもうゴールデンサイズです、はい、ゴールデンサイズ。今多分3万とか4万とかしますよね。そう僕ね2万もつしますよ、今4万ぐらい。今4万僕1年半ぐらい前に中田書店で買ったんですけど、まあ、参考だけどキュッパーとかですよ。すごい中田商店に売ってたんだ、売ってたんです47が。まあそういうもんですよね。そうだよね。だからもうああいう店って高い仕入れだったらもうやめちゃうんでしょうね、うんうんうん、そう考えるとこの64はね、64は本当にすごい形、そうそう、えらい進化の仕方だなっていうぐらい形が良くて、ね、これだから裾がドローコードで、裾ドローコードでバーになるし、これはね一番履きますね、うん、64は合わせやすいです、あの形もテーパードされてるし、うん、後ろにポケットないのがねなんでないんだろうっていう。これもでも縫製とかもやっぱすごい袋縫いちゃんとされてるし、うん、丁寧ですよね。これと合わせると結構長いから、うん、あポケットは使えないってこと、うん、なるほど、うん、これ長いっすもんね、うんうん、ガバッてやんなきゃいけないから。なるほど、あ謎が解けました。ヨーロッパの軍物はね、特にフランス軍が人気ですよね。いや今もう高す、ね、どんどん高くなっちゃって ね、そのベースが米軍のデザインじゃないですか、うん、でもこう縫製が、ね、うん、いいっていうところですよね。だから話によるとやっぱこう第二次大戦後にこうドイツから攻められて、フランスがもうぐちゃぐちゃになってるところで、アメリカの物資でいろんなものを作って、でアメリカのミリタリーをもとにフランス軍も作ったから、なるほど、やったみたいなことを聞いたことありますけどね。なるほど、まあ、あとは、まあ、M65 これが米軍、まあ、はい、一番高級なものだと思うんですけど、はい、これ名作ですよ、名作ですね、名作だと思います。僕も4着ぐらい持ってます、うん、6号だけで、うん、オリーブを2つと、あと迷彩1つと、あとあのアビレックスがやったのカラー M65、 あー昔バーガンディとかベージュとか流行りましたよね、はい、そうです、それのベージュを数年前にヤフオクで1800円で買いました、うん、デザインモチーフがめちゃくちゃなって、いやめちゃくちゃなって、もういろんなもうブランドがやっぱこれ並べたらもう面白いですね、うん、だってアスペジとかだって代表する、ね、ああまあそうですね、アウターが M65 だったりするんで、まあ軍物はね国力かけて作ってるから、そうそう、国の英知がこうデザインに集結されてるって言ってもね、もうまさにいろんなデザイナーが出すミリタリージャケットのモチーフとなるのが M65 ジャケットと M65 パンツだと思うんですよね、うん、シンプルだけど機能的で、機能的で、まあ、いろんな体型の人が着なきゃいけないですからね。そうですね、それにフィットするようになってるってことですもんね、うんうん、これ6号パンツ今買うといくらぐらいなんですか。これねあんまりもう見ない、見ないですよね。そうだから僕もねこれ最近買ったんですけど、うん、1万5000円ぐらいでスモールレギュラーで、スモールショートはさすが出てこないですね、うん、なるほど、うん、どこで買ったんですか。これねネットで買いました。あネットでね、うん、こんなファッションプロでも夜な夜なね酒舐めながら
ネットでポチポチやってそうスモールショートだうおーとか一人一人ごと言いながら安心しました。結構ネットで買っちゃいますね最近ね。なんかこう仕事でやってる服とちょっと真逆な方向じゃないですか。なるほど。でやっぱ歴史もあってヒストリーもあって機能的だし、やっぱ惹かれちゃ、ライダースもそうですけど惹かれちゃいますよね。こういうの。まあだからライダースもこれもこびてないところがまたいいんですね。そうですね。なんかもうデザインというより機能で結果この形になりましたみたいな。生きるためにこの。ですよね。でこれがジャングルファリークで、ジャングルファリークこれもベトナム戦争ぐらいの時ですか。そうですね。これもファースト、セカンド、サードとかいろいろあるんですよね。これ一番高貴なものだと思うんですけど、これが大きい、はい、最初のやつってノンリップ、ね、ノンリップですね。これはなんか春先から夏場とかにこう T シャツのようにいいですよね。バサッとはみたりとか、この斜めポケットがかっこいいですね。そう、反対逆手でクロスしなきゃいけない。そう、すごいね。なんか上野に来てんのかと今一瞬錯覚ここは表参道ではない。でこれがあ定番ですね、はい。まあはい、形的に僕一番65よりもなんか履きやすいっていうか合わせやすいのが BDU で、BDU これもでも本当いろんな着こなし、そうですね、これ本当に合わせやすいっていうか、ね、あんまり深く考えなくていいっていう。これはそんな値上がりしてないですか。これはそんな値上がりしてないんじゃないですか。じゃあアンダー1万円ぐらいで買えると思います。はい。そしてこれがあとイギリスの、あの、まあ、ベーカーですね。アメリカのベーカーも持ってるんですけど、最近買ったものの中で結構これが割と、そうですね、あ面白いですね。これはでこれがなんかイギリスっぽいですね。でこれポケットなし のタイプもあるんですけど、なんかポケット付きの方がなんか面白いなと思って。この辺の軍物っていうのはどうやって着こなすんですか。僕はそれこそウールのパンツに合わせたりとか、カジュアルだったらデニムにああいうミリタリージャケット着て、その時はちょっとスニーカーじゃなくて革靴にしたりとか、まあ、まさに今日大木山さんみたいな、そこでバランスをと、うん、ちなみに今日のこの格好だとどれを合わせた。だったらあえて、まあ、ちょっとこう割と綺麗な感じなので、はい、これ男臭いゴワゴワな生地の 47 M47 フランス軍、はい、あいいですね、ゴワゴワな感じ生地のね、このなんかいるよなこういう、なんか海外行くと文庫本とか抱えていますよね。普通におじさんがとかにそう、あのハンチングとかかぶって、うん、洒落てんな。そう、これは本当に何だろう、この生地のこの感じ、この縫製丁寧なのに見た目超ワイルドな感じだからこういうの着るときに、まあ、こうダメージデニムとかじゃないようにはしてます。パンツとか、まあ、デニムでも割とリジット系のデニムに革靴とか。なるほど。そうだから袖丈合ってるんだけど、ここが太いことによってなんか独特な、そうここ太いですよ ね。なんかね、あのオーバーサイズ流行ってるじゃないですか、うん、でもこういうのではあんまりオーバーサイズで着ない方がいいと思う、まあ、そうです。その理由っていうのはどういうところなんですか。なんかバランスがやっぱり合わないような気がします。ぴったりじゃなくていいんだけど、まあ、割とこうジャストに近いサイズ感の方がいいような。大人はね、特に。そうですよね。大木山さん、ありがとう、いいんですか。はい、どうぞ。わ、嬉しいな。47のジャケットって初めて着ます。これの後期もいいんですよね。後期もちょっとね、いいのあったら買おうかなと思ったんですけど。あ、いいですか。全然、全然いいです。6号よりやっぱあの米軍よりなんかちょっと品がありますね。6号はやっぱちょっと長いと思います。6号はこれはちょっとあの長いと思います。こっちはあのコルト短い丈なんで、ショート丈なんで、こんな、はい、こんな違いですね、はい、だからでも6号は安心感あります。まあ安心感ありますよね。便利だし、ポケットの位置が重要です。そうですね、6号は本当にそう、うんうん、ポケット手を下ろしたところにそうやっぱね、はい、こっちの方が凝ってるじゃないですか。でもまあ使いやすいのこっちの方が、ね、そうですね、確かにスナップだし、確かに確かに。これはでも本当車乗る人とかいいかも。あ、これいいと思います。ちょうど着丈が短いから、うん、長すぎると、うん、そう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 、うんうん、これいいですね。これをやっぱもう高騰しちゃってるんですね。ジャケットはまだパンツほどじゃないと思います。じゃないですか、はい、やっぱフランスはいいっすね。フランスはいい、エスプリ効いてますね。そう、
細かいですもん、細かいよね。いや細かいです、こういう補強とかね、いちいち。あそう、これ何の補強なんですか。あここのポケットの、うん、ここの一番付け根でテンションかかるからか。なんか古着屋をたまに巡るのが結構ストレス解消というか、うん、なんかこう、うん、ワクワク感ドキドキ感ってこの年にしてこう古着でまさにいいもの見つけていい値段でジャストのサイズだったらもうテンションわーってなりますよね。ってなりますね、わかります、はい、だから高校生の時にセール並んで買ってやったっていう気分と変わらないですよね。なんか最近やっぱ古着屋さん行くの楽しいですね、うん、楽しいですね、現場でね、いろいろ見るのが、はい、で最後に僕の愛用してるイタリアパンツで、はい、全部同じ形なんですけど。あそうなんですね、はい、今履いてるものも一緒なんですけど、ベルイッチっていう、ベルイッチ、はい、こういうこれは本当にね使い勝手のいいパンツって、あの自画自賛になっちゃうんですけど、あの素材のバリエーションも豊富です。結構ね業界で好きな、はい、もう愛用者が多くて、うんうんうん、これが、ベルウィッチのスコッチっていうモデルですね。ベルウィッチのイタリアのパンツ、はい、イタリアのパンツ専業ブランドで、イタリアのどこなんですか。イタリアのトゥーリアの方です、ね、トゥーリア、はい、有名なところだとタリアトーレっていうブランドとかと非常に近いところで、あ、はい、タリアトーレとすごい仲良しな、へー、ベルウィッチはお酒の名前なんですよね、全部ね。全部じゃないですけど、す酒とかスコッチとかコニャックとかいろいろモデルがあって、はいね、はい、これはもともと僕の方からこういうのやりたいって言ってアイデア出したやつ で一番最初酒っていうのがあったんですけど、うんうんうん、なんか日本アイデアだから、あの日本のイメージする名前で酒って、その後にどん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 日本企画アイデアはのものはこうお酒の名前リキュールシリーズみたいな、そういうことなんですね、はい。じゃあもう本当藤井さんが作ったと言っても過言ではないようなブランドだと、うん、どうしてもね、うん、あのイタリアのコレクションは全部やっぱここも細いんですよ。あイタリアの人はやっぱりお尻が上にあって、うんうんうん、ワイドこうピターッと細いパンツがイタリアの人ってかっこよく履けるから細いパンツばっかりなんですけど、うんうんうん、僕らどうしても日本人ってお尻ちょっと垂れてるし、うん、やっぱ大人になると少しこうきついものより少しここはゆとり欲しい、うん、ただ膝から下は綺麗にあのテーパードしてる方がいろいろ合わせジャケットとかにも合わせやすいっていうので作ったモデルなんですけど、これは本当にあのタックインして履いていただきたい、まあ、こういうところあえて見せて、あこうデザインとしてこう見せてもらいたいっていうイベントですね。ねえ、そうですね、本当にこう履いてて収まりがいいので、うん、すごい落ち着くと思います。でこれが私物ってことですか、ね、私物です、はい、うん、これ以外にもまだちょっと持ってるんですけど、はい、まあ、代表的な冬に履いてる太畝コーデュロイ、これとこれがあのコットン100でラルスミアニっていう、はい、まあいい生地作るところで、はい、これもイタリアの生地、イタリアの生地です。でこれがこれがねブルーブラックっていう色で、あ縦糸黒横糸ネイビーっていう、じゃあだから意外とこれ黒のコーディネートにも合わせちゃうし、真っ黒とはちょっと違う、違うんです、ブラウン系にも合わせられるし、綺麗だね。これもイタリアのボノットっていうところ、まあ、ネイビーをね、はい、あこれまたいいですね、これはブラックウォッチで、はい、これがこれはあのライトフランネルで、あ薄手のフランネル、ね、はい、カノニコの定番の生地で、これ黒ですね、はい、いいね、綺麗ですね、綺麗だね、生地によって値段がそうです。ただだいたい主力商品は2万円台が多いです。これも2万9000円とかです、これも2万9000円とかです、あこれも2万9000円、はい、この辺全部2万円台ですね。これだけちょっと3万4000円とかしてたけど、ウールイタリアの、まあ、例えばカノニコとか、はい、あのボノットとかの生地使ってイタリアで生産して、うん、2万円台 のドレスパンツってあんまりもうないと思うんですよね。ないですよね、確かにみんな、ね、3万4万4万とかも今当たり前の世界になってきてて、業界歴30年の藤井さんが生み出した黄金率がこれだと。そうですね、これがなんか一番こういいバランスかなって、うん、で最初なかなか売れなくて、うん、これでも太いって言われて、うんうんうん、最初本当に2年ぐらい全然売れなくて、でもやっと今こう細いパンツしか履いてなかった方もちょっとこうややゆったりした
っていう部分で、うん、トライしやすいですよということで受け入れていただいて。いいですね。これ買います。ね、いいよね。どこ行けば？どこで売ってるんですか？あの各セレクトショップさんで。有名セレクトショップ。はい、有名セレクトショップ。まあ、ビームス、ユナイテッドアローズ、はい、ユナイテッドアローズさんとか。はじめ、はい、もうどこでも。そうですね。はい。グジさんっていうところとか、はい、リアルショップさんとかでも、はい、やってますんで。はい、あ、そう、時計も持ってきてんだ。あ、マジですか。どうやって持ってこうかと思ってね、あれだったんですけど、あ、そうそうそう、ここが後でちょっとお話ししたいところのやつなんですよ。え、そうそうそう、で、だって時計こんなんに、これまたミリタリーのケースに入れてきちゃったんですけど、まあ、そんなに僕時計マニアでもないんであれなんですけど、出た、ノーチラス、じゃないですか、これアクアノートです。アクアノート、これがあれですね、あの IWC、はい、フリーが黒のってやつですね。これが同じやつの白です、ね、すげえな、2本持ってんだ。色違いです。で、これが昔のポルシェデザインでエテルナっていうメーカーがあの IWC に移行する前に、ね、作ってたんですね、やってて、はい、これはパリでデッドストックで買ったやつだった。これはそれぞれ買った順番でいうとどんな感じなんですか？一番最初これですね。はい、これまだ何歳？30超えてです。それまであんまり時計に高額を出すっていうのがなくて、はいはい、まあ、これが IWC のなんてもんですか？ね、今なくなっちゃったんですけど、はい、メカニカルフリーガークロノっていう、はい、まあ、パイロットのウォッチ。これの後にパイロットになる。そうですね。次に買ったのが、こちらですね、はい、ポルシェデザインの、はい、これね、ベルトは後で日本で変えたんですけど、はい、いいですか、さあ、はい、どうぞどうぞ、ラバーベルトに変えた。ラバーベルトですね、はい、そうですね。でもバックルは純正で、バックルも変えてるんです。変えてますね、はい、でもなんかこう、つや消しの感じがいいかな。そう、なんか合ってますよ ね。で、チタンなんですよね、それ。チタンなんですか、はい、ポルシェデザインなんで、はい、で、買ったのが最初こっちです。アクアノートいったんですね、はい、綺麗だね。アクアノートは何歳ぐらい？これどうでしょう、12年ぐらい、12、3年前だと思いますけど、ね、まだあのパテックが、はい、そこまで、ね、全日本で人気ない時で、ですよね、めちゃくちゃ安かったです。ノーチラスもそんなに高くなかったんですけど、うんうん、いや本当に 3、4倍になってますね。いやだって今なんかネット見たら800万ぐらい。そう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 。えっていう。当時200万ぐらいだったのが、うん、400、500万になってますね。そうでしょう、はい、これもジェラルド・デンダーデザインですよね、うん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 、確かね。そしてね、王様がここに、はい、これはいつぐらい買ったんですか？値がちょっと下がってた時に、リーマンショックぐらいの時に買った。え、今されてるのよりも前に買ったんですか？はい、同時に買いました。白と黒どっちにしようかな、う、両方買っちゃえっていう話はよく聞くけど、実際に行く人初めて。そうそう、そういうなんかこう、ま、迷ったけ ど勢いのあった時でしたね。え、こっちの白い方もエルプリメロなんですか？両方エルプリです。人気だね。白を欲しかったんですよ、うんうんうん、で、あの真面目な時計屋亀吉に行ってネットで見て、はいはいはい、でこれ欲しいためにあのコンチが何かの時計を売って、うんうん、現金化して、はい、プラス現金持って、うん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 、もう現金で買おうと思って、うん、行ったんですけど、やっぱ黒見てたら黒もかっこいいなみたいな感じでとりあえずその場で白買ったんですよ、現金で、うんうんうん、でもあの中野ブロードウェイを出る前に、はい、いや、やっぱ黒もいいなと思ってまた戻っちゃって、うんうんうん、すいません、あのさっき の、はい、あの98年なんですけどね、こっちが、うんうん、あのさっきの店は黒もう一回見せてもらっていいですか、うん、あ、いいですよって言われ てじゃあこっちはローンで買いますみたいな。うーん、ブロードウェイでそうやって収納してる人がいっぱいいるいっぱいいます。まあ僕もそうでした。僕も亀吉で買ったの、はい、はい、もちろんそ, うそうだ、全然話変わっちゃうんですけど、はい、僕が昨日行った綺麗、これはあのリーバイスをちゃんとここ持ってるところなんですけど、はい、ヤマザブレスさんっていうところで自分でもうブランドにして、でこれはちょっとあのリペアをしてるぐらいでものなんですけど、全部解体して例えばリッキーズのペインターパンツの形にしてたりとか、それこそブラックデニムを全部解体してルイスのこのサイクロンの形作ってたりとか、はい、自分たちでこう本来廃棄されて捨てられるようなそういうのも買い取って、
あのなんか物にしたりたりとか、この人、荻山さん分かりますか、どっちの方、こっちの、これ僕で、もうあまりにびっくりしたんで一緒に記念写真だ、ジョンズクロージン、そう、たくさん、はいはいはい、たくさんここで働いてるんですよ、そうなんだ、ちょっとびっくりでしょ、あの渋谷の古着屋さんの、はい、うん、もう渋谷のチーマーとかのファッションを作ったような人、うん、そうなんです、渋谷の神様みたいな、うん、はい、でショッパーがこれなんですよ、あ、そうだ、これも洒落てるじゃないですか、え、こんなのショッパーでいいんですかっつって、これもらえるやつ、買ったら、ショッパーなんですよこれ、すごい、あ、でもこれもだからデニムのリメイク、デニムのリメイク、でもちゃんと綺麗にしてるから、やっぱあのここ入った時にあの古着屋さん独特の匂いってあるんですよ、あ、はいはい、僕あの匂いも好きなんですけど、うん、ダウニーの匂い、うんうんうん、あれしないんですよ、匂いだからに洗濯して、うん、あの匂いを乗っけてるっていうより匂いの元を立つっていう技術をここは持ってて、いや、これ業界の人びっくりしますね、あんま知らないでしょうと思って、壺を置く、あとね、絶対たくさんいた方がいいじゃないですか、うん、ですよね、うん、伝説のね、伝説の、だからまあホッシーとかも相当憧れてたんじゃない、あ、多分そうだと思いますよ、ね、いやー、藤井さんありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ帰りますか、大坪さん、もうなんかお腹いっぱいなんだけど、お腹いっぱいだけど、タイトル何でしょ、 あなたの車見せてください、まだ車見てないです、もう目が真っ赤じゃないですか疲れちゃった、いやいやいや、じゃあすいませんが車はこれから、もうぜひよろしくお願いします、はい、車もじゃあお願いします、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、行きましょう、かっこいいね、綺麗、排気量がどれぐらいなんですか、 3.6、 3.6 の、はい、285馬力、はい、あ、この匂いたまんないですね、富士山とドライブ行ってきます、はい、おお。